真夏の暑さの中で行われた2024エンパワードバイ・ブリジストン第3戦スーパー耐久レースインオートポリス5時間耐久で争われた決勝ではレース序盤からアクシデントやトラブルなどさまざまなことが起きた一戦だった各所でいろいろなトラブルが起きていたが中でも気になったことの顛末を取材した序盤に大クラッシュのインパル Z 平峰和樹は無事スタートから激しいポジション争いが見られた STZ クラス。特に、吉田弘樹が狩る52号車埼玉ギガバイト GR スープラ GT4 と、平峰和樹が狩る20号車なに伝送チームインパル Z による2番手争いは激化していた。レース開始から1時間が経過しようとした30周目のメインストレートにて、サイドバイサイドになった際に2台は接触。 バランスを崩した二重剛車平ら峰はアウト側のガードレールにフロントからクラッシュしスピンしながら中山精密コーナー1コーナーのグラベルにマシンを停車したその後駆けつけたマーシャルの手を借りてマシンを降りた平ら峰公式映像では歩いて救急車に乗る姿が映されていたその後星野一樹監督やチームインパルの高橋慎一郎工場長らに確認を取ったところ 体に関しては大丈夫とのことだ。ただ、今季の開幕戦スゴに続いて、再びマシンに大きなダメージを負ってしまったということもあり、星野監督は険しい表情を見せていた。首位大新 GT-R、最終ピットでセルが回らず続いては、前日の予選ポールポジションに続き、決勝でも序盤から力強い走りを見せた STX の81号車大新 GT-RGT3。 藤清人がスタートを担当してリードを広げると今田信弘、坂口夏樹が着実にバトンをつなぎ残り1時間20分弱のところで最後のピットストップを迎えたここで再び藤波が乗り込んでピットアウトしたのだがその後に押し掛けによるエンジン指導をしたとしてレース結果から1周減算という厳しいペナルティが課せられたそれまでは普通にエンジンがかかってくれていたのですが 最後のピットでセルモーターが回らなくなりました。なんで、ここで、というタイミングでしたそう語るのはグトネットモータースポーツの尾本直文監督。何度かエンジンをかけようと試みるもうまくいかず、押し掛けでのエンジン指導を決断した。最後のピットだったので、何としても出さなきゃ、という感じでした。正直、ペナルティ覚悟で、押し掛け、をやって、遅れたとしても、 藤波、清人に頑張ってもらって追い上げられたらと思っていました。ただ、思いのほか、ペナルティの内容が大きかったですね。次、頑張ります、堂本監督は肩を落としていた。エヴァ初号機カラーのアウディ TCR。残り10分で、活動限界。今大会から3台の STTCR 車両が参戦し、今シーズン初の決勝レースが行われた。97号車。 98号車という2台のレーサーホンダカーズ桶川シビックと激しいトップ争いをしていたのが430号車エヴァ・リツイと初号機んルピー LMS だここ数年の s t t c r クラスはシビックのみのエントリーとなっておりアウディの車両が登場するのは久しぶり予選では97号車がクラストップとなったが決勝が始まると430号車アウディも絡み 激しいいトップ争いが展開された後半に入ってシビック勢がリードを広げるも430号車もゴールすれば表彰台に上がれるという状況だったしかしチェッカーまで残り10分を迎えたところでマシンから白煙を上げてスローダウンジェットコースターストレートを終えたところでマシンを止めてしまいゴール間近というところで活動限界を迎えてしまった 白煙が出ていたこともありエンジン系のトラブルかと思われたがチームがマシンを調べたところミニリアのサスペンションにトラブルが発生していたとのことこちらもボール直前での脱落ということで元気がない様子だった